はい、というわけでアップデが終わりましたんで、いろいろ状況が変わっております。まずとりあえずギフトの設定を、はい、年末年始メダルに変更して受け取ります。で、その上でですよ、まだやることあるんですよ。プレゼントは、プレゼントはまだ届いてないの、これ。おやおや。はい、タイトルに戻ったらですね、新春ガチャチケもらえました。2万円もらえました。ログもね。で、さらにプレゼントも来てるよね。はい、年末年始ログイン放送1日目だけ。公式生放送のチャレンジの10枚はいつ配布なんだろう。で、今日じゃないみたいだね。まあ、じゃあとりあえずそのまま行きましょう、ガチャの方には。で、その前に課金しなきゃね。お金全くないんで課金しときます。おお、優勝1万79個なってますね。で、無償5621で1万2800円。で、去年とティアが変わったからね、その辺変更があったんだけど、ニューイヤーパックとりあえず1個購入しときます。はい、というわけでニューイヤーパック1つ買いました。で、こっからなんですけど、僕どうしようかなと思ったけど、僕もともと福袋買うつもりでいました。福袋買って、まあ、それで、ガチャチケがね、10連が3枚ついてきますんで、それで回そうかと思ったんだけど、見ての通りウルトラレア1個、英雄1体、SS レジオ確定ガチャチケの第1弾がグラフル入っています。なのでちょっと提供割合見ておきましょう。ね、グラフルが 0.059% で入っているし、で、ウルトラヤークのマダオビスも入ってるんで、とりあえずこれを1回回そう。で、これを1回回したら新章35個も作るし、新春10回ガチャチケ3枚もらえるんでね。これはさっきこれを回しましょう。いきます。お願いします。はい、ドン。優勝クリスタル一瞬で消えるな。 なんか一瞬で30連分回す気持ちになるね。お願いします。で、これはもう英雄1体ウルトラ1個確定でね、出ますんで、どんな感じかな。お願いします。SS レア以上もね、確定だから。とりあえずこれを回して、チケットを回して、まだそれから考えましょう。お願いします。さあ、これ赤くなるのは当然ね。全部赤くなるからね。お願いします。カモン。さあ、止まるかどうかでね。止まるかどうかなんだけど、お、止まった。で、聖戦でした。まあ、未所持のね、ウルトラレア来てくれたんで、これはありがたいです。ありがとう。ゴッドバスター取得できる。というわけで、英雄1枠確定は、剣気リルベットかゾグラスのどっちかだね。とりあえず、まあ、英雄1枠確定で出てくれたんで、まあ、これはこれでよしとします。というわけで、まあ、第2弾、第3弾はね、こんな感じになってます。では、引き続きいきましょう。チケットがね、とりあえず新春ガチャチケがあるんで、それから回しましょう。チケットガチャね。はい、10連が3枚、単発2枚入れます。とりあえず単発2枚ちゃんちゃんと回します。まあ、今日はね、グラフルはとりあえず出るまで回そう。で、まあ、とりあえずウルトラレア聖戦1個入手できたし、これは嬉しいし、おっと、いきなり赤かったんだ。びっくりした。まあ、いい調子なんじゃない？ありな感じじゃ、流れな気がしますよ、これは。お願いします。さあ、で、まあ、やっぱウルトラレア1、英雄1はね、の方が新章ついてくるからね、やっぱそっちの方が得だなって思ってたら、グラフルもね、対象入ってたんで、やっぱそっち狙った方がいいよね。というわけで、こちら行きましょう。10連行きましょう。3枚お願いします。まあ、これで出てくれればラッキー、よかったねということで、で、ダメだったら今無償石がいくらかありますんで、無償のガチャの方を回しに行きましょう。お願いします。さあ、10連だから、今もう10連終わったし、で、これが、まあ、言うのは20連目か。赤くなった。いいよいいよ。お願いします。赤玉1個。さあ、止まってくれ、止まってくれ、お願いします。おっと、来た。ウルトラレアだ。マダオビス来たー。やったぜ、ウルトラレア。最新ウルトラレアのマダオビスゲットです。ありがとうございます。からの、もう一度実行。両手爪ね、習得できるからね、嬉しい。さあ、お願いします。さあ、来い。いやー、よかったよかった。とりあえずのやつの、もうウルトラレアがね、2つとりあえず入手してきた方がいいし、ね、チケットでもね、1つ交換できるんでね、それでロスマグ、これで問題なく狙います。あー、黄色だ。疲労のありだったねー。グラフル早く来て、お願いします。まあね、今日は13時からね、開始だったからね、まあ、どんな感じでなるかというのは、やっぱりね、再度最初タイトルに戻らないとログボーもらえなかった。
まあ、それでねチケット2枚もらったけど、まだあとね10連配られるはずだよね。あれがまあ、ね、日にちが今日だと思ったので違うかったね。さあ赤くなった、お願いします。からのさあ来い、赤玉1個、止まれ止まれ、おー来た、イエス、完璧じゃない、これは完全勝利じゃない。チケット30連でウルトラレア役もグラフルも来てくれました。よかったね。結局ウルトラレア1英雄1確定ガチャでを回した後10連チケ3枚もらって、そのチケットの中で無事グラフルとウルトラレア役マダウビスゲットすることができました。で、まあ、この後ですね、先ほど言ったように使用感速報の動画をささっと撮って、今日の夜には動画出そうと思いますので、よろしければそちらの動画も見てください。今日のガチャの結果良かったなと思っていただきましたら高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。